るゲームは一致するまで終わりません。いやいや怖いよ。終われるのかな。怖いよ。なんかいろんな質問があって、なんかみんなが答えて、で一致したらまあ即終了って感じだよね、これ。はい、わこれ。うわあ。え、どこに行くのみんな。でもデートといえばでしょ。え、デートってめっちゃ口開けてるよ。何さんがどうしたの。デートどうしたの。定番ってどこだよ。定番ってどこだよ。おしゃれがデートじゃないと行かないみたいなとこでしょ、要は。デートじゃないから、でもこれ、ハーチョン、これここだな、きっと。わからん。一つわかるのはアニメートではないという、これアニメートではないね。アニメートではない。いるよ。いや、してよ、アニメートデート。どうだ。うわ、思い浮かばないけど。ここやろ。ま、これがいいな。ムード大事ならここかな。お、おっと、ムードね、大事よ。大事。ムードか、ムード欲しいか。景色見たりとかね。まつりちゃんが好きって言ってた気がするから、ここ。嘘。私多分急に。これで一致してなかったら気持ち悪いよね。テーテーが生まれてる。両方一致したとしても両方行こう、その時は。両方行こう。せーの、どうも。飲み屋。やけんなよ。おい、まつりの落ちて。おい、違うよ。いや、もうまあメルちゃんと行くは一緒だから。メルちゃんと行こう。メルちゃんの時か。メルちゃんと行くはもう一緒に行こう。でもハートちゃんは来てくれたしな、祭りの家。どこに水族館。あ、祭りちゃんの家。違う、家で話聞きようかよ。飲み屋は大人なんよ、めっちゃ。飲み屋確かに。どこが定番なんだ。飲み屋ですよ。飲み屋でいいよ。飲み屋でいいって。飲み屋で酔った流れで祭りのお家行くみたいな。いや、行きたくない、行きたくない、行きたくない。じゃあおいで。すぐ帰る。惜しかったな。大手 EC サイト。 EC わかる。 EC わかんの。 EC はね、教えないんで書いてみてください。教えないの。書いてください。 EC サイト考えてみてください。一旦 EC とはを考えてほしいよ。 EC サイトって何。でもなんか知ってるサイト名を書けばいいってことやろ。まあまあまあ、推理してみて。 なんだこれ、略がなんだっけ。エレクトロニックなんとかだよね、確か。パレード ?EC って、ちゃうね。エレクトロニックパレードはなんかすごそうだね。すごい。ネズミ色の髪を感じるけど。エレクトリック。エコー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 。C はわかるし。こエロー。エロエロエロコミュニティ。やめなーって。エロコミュニティ。やめた、知らないよ、そんなサイト。あらとちゃん、やめてよ。どこのサイトでやってるんですか。やだよ、もう。あらとちゃん、やめてよ。何それ、どこ。あらとちゃん、どこ。あらとちゃん、あらとちゃん、使ってんの、ファンの。使ってんの、やめなよ。ファンじゃん、なんだよ。もう、アカウント作ろうかと思ったけどね、バレたら怖いからね、作ってない。あ、持ってないんだ。あー、これは不一致ですね。一人だけ。リズリサってのはさ、何お用心さよいやね、リズリサは。かわいい。なんかキュートってことかなと思って。あー、そういうことか。ECはキュート。絵はいいキュートだったの。いいキュートって感じで。いいキュートね。そういう感じ。わからん。いや、絶対ないだろ。ハートよりやばくないか。絶対ないね。ハートちゃんの方がやばいだろ。そうだよ。次。イから始まる国名といえば。あー、これはこれはね。いや、これは。ホロでもね。そうだね。ホロでもね。そうだね。全然ゆうゆうホロでも当てていきたいよね。違うのホロ書いちゃったわ。ええ、ごめん。えどこのホロ。違う。どこのホロ。どこだ。いや、今のアキちゃんのあれがなかったら終わってたわ。終わってた。終わってたもん。でも、イエーイ。
うの。ごめんなさい、ちょっとイタリア人が友達にいて。あ、そうなんだ。星の方にね、起業家といえば、え、待って、名前が出てこない。でも、まあでも有名なところでいいじゃない、名前が。でもほら、あれだよね、日本代表するだからね。代表の起業家、起業家いろいろいるけど、起業家は我々から、我々からすら、そっか、我々は、あ、我々で言う。そういうこと。あ、こうでしょ、でも、そしたら我々で言うか。でもさ、待って待って、ねえねえ、あだ名で書いた、あ、そっか。まあいいか、これで。あだ名で書いた。いいや、これで。よし、レッツゴー。あー、やっやっやー、ありがとう、やっとありがとう、やっと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 すごくない？すごい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 、うんうんうん、やったー、すごいことですよ。やっぱ1期生の絆だね。ねえ、久々に集まって1期生の絆が試されました。1時間半か、10の正解すごくない？すごいすごい、普通に優秀、まあ5人だからね。そういうこと？この天才5人だからってことか。あ、そういうことか、この5人だからいける、余裕だよね、確かに、確かに、だよね、確かに、ということで、はい、また来年も1期生集まろうね。熱い1期生。